こんにちは、ザオナのしめです。今回ですね、部屋カラー Q&A ですね、視聴回数も多くてよく質問を受けたりとかする、部屋カラーの薬剤選定について動画撮っていきたいと思います。僕の動画でもやっぱり部屋カラーの調合とか作り方とかどういう風にやったらいいですかっていう質問ってすごいたくさん受けまして、同業者の方から見ていただくことすごい多いんですけど、今回はそんな薬剤選定、ちょっとなかなかうまくいかなくてとか、こう教えてもらってるんだけどよくわかんないみたいな方向けに、薬剤選定するときにこういうのを、覚えておくと、いいよっていうところのポイントですね。はい、もう簡単にまとめていきたいと思います。はい、で講習に行ったりとか講師とかもしてよく僕活動してるんですけど、やはり一番多いのがまず何選んでいいか分かんないっていう方とか、なんとなくこれかなみたいな感じの選定される方ってやっぱ多いんですよ。やっぱり自信がないとか、写真で見たけどどれなんだろうみたいな感じであると思うんですけど、もうベストに簡単な一個です。まずやりたいヘアカラーの色味に対してじゃじゃんとちゃんとですね、やりたい色に近いものをまず選ぶ、これがまず大前提でございます。なんかいろいろ調合してとかあると思うんですけど、調合せずに一発で出たら一番いいですよね。正直調合しなくていいんだったらいいじゃんっていう。なので一番やりたい写真の色とか持ってきて、お客さんが持ってきてくれたとかモデルさんが持ってきてくださった写真の色に一番まず近い色を選びます。明るさも色番も込みで、まずちょっと違ったとしてもこれがまあ近いかな、ちょっと違うけどみたいな、まずメインの色をまず選んであげてください。これがまず1個目です。で次、その色に対して色味、例えばこれだとアッシュとマットアッシュマットってあるんですけど、ちょうどこの中間の色だなみたいな感じなのであれば、まずその近い色が全く一緒なのがないってなった時に色がちょっとずれる、色味ですよ。今言ってるのは色味です。アッシュだけどちょっとマット寄りとか、ゴールドだけどちょっとオレンジ寄りみたいな感じの場合は、メインのりに対してどっち近い色に対してちょっと色味がずれてるものを足してあげるって考えます。例えばメインの、こういうと13.10のアッシュってなんですけど、これに対してちょっとこのマットアッシュ寄りだなと思ったら、まずどっちが近いかまず考えます。でそれに対してちょっとだけ近いとかだったら3対1とか2対1半々で、真ん中だったら1対1、もうこの 3つの比率でいいです。4対1とか5対1とかちょっと微妙なみたいな選定される方いると思うんですけど、3対1以上入れたとしてもほぼ色変わりません。3対1といえば大体 75% と 25% になるんですけど、5対1とかになってくるとですね、80%、20% とかになってきまして、4対1か、分量的にはすごい少ない微々たる量になっちゃうんで、ね、そうなってくると正直線量の、変化って少ないので、よっぽど濃いコントロールカラー以外は3対1以内で選定されるのがまず最初おすすめです。体の見方によってめちゃくちゃ濃いやつだったら変わりますけど、基本的に3対1でやって、ビビッタル調整ができるのだったら4対1、5対1とかを使うのがいいと思います。でまず色相ですね、色味をまず合わせます。でまず色味合わせたら次明るさです。明るさが何レベルなのか、もう単純です。その写真とレベルスケールっていうレベルチャートがあると思うんで、それがどこが一番明るさが近いのかっていうのを選んで、それが光が当たってるシチュエーションなのか光が当たってないシチュエーションなのかで明るさだいぶ変わりますので、その写真がどっちからっていうのを踏まえて、あとお客さんがその光が当たった状態が明るさがいいのか、光が当たってない状態でそれがいいのかを踏まえて、近い明るさをですね、5、6、7、8、90点目になりますよね。これ数字が上がれば上がるほど明るくなりますので、明るさをまず選びます。そしたら色と明るさ決まりましたね。もうほぼここゴールです。でそれで色味が写真この見本よりももうちょっと茶色っぽいの、逆にもうちょっと鮮やか、アッシュもっと赤が濃いとかってなるようでしたら、鮮やかじゃなくて茶色っぽい場合であれば、それに対してブラウンを足します。同じ明るさのブラウンは赤茶とアッシュの茶色とかが大体どこのメーカーさんもあると思うんで、あと最近だとグレージュとかね、
グレージュっぽい感じに茶色いのか、赤茶っぽい感じに茶色いのか、黄色っぽい茶色なのかを踏まえて作ったメインの色のそのレベルと同じレベルのものをまた3対1、2対1、1対1でブラウンの量どれくらいあの茶色っぽいのかを踏まえて足していきます。それで色の鮮やかさを抑えたい場合は茶色で調整、もしくはグレージュで調整するか、逆に鮮やかにしたい場合、オレンめっちゃオレンジにしたい、めっちゃ真っ青にしたいっていう場合はですね、そういう場合はこのトーンコントローラー、まあ、カラーコントロール、コントロールカラーとかいろいろありますけど、加色、色を鮮やかにするものをその色に対して3対1、2対1、1対1、同じ色相の明度ですね、同じ明度のものを足していきます。もうそれだけです。それだけでいいです。あとはリフトする必要がある場合なのであれば 6%、 リフトしないでトーンダウンしたい場合なのではオキシ 3%、 やや上がりやすい紙質の場合でしたら間の 4.5%、 毛先に残留がある場合だったら 4.5%、 6% というふうにオキシをチョイスするのみです。で、その基本的な選定ができてから、あとは紙質でちょっとオレンジが強いとかちょっとあの抜けやすいとかがあれば、その選定に対して少しだけ色味を足してあげるっていう風になるんですけど、最初はそういうの無視しちゃっていいです。無視しちゃっていいです。そもそもメインの薬剤選定がちゃんとしてないのに、そこにさらに色なんて分かんないのに足してたら、余計に色がもう正解だったのか、その選定が、それを足して良かったのかっていうのが分かりません。なので基本的には近い色を見つけて、ちょっとまずは色の色相を合わせてミックスして、3対1、2対1、1対1、この3つでいいです。で、合わせて明度を合わせて、で、茶色っぽいのか鮮やかなのかを加色か、あのサイドをブラウンを足して、サイドを抑えるか、鮮やかさを抑えて剪定をして、あとはリタッチを塗ったリフトアップしたいのか、毛先でトーンダウンしたいのかで、オキシを 6%、4.5%、3% で選んであげる。もうこれだけでいいです。これだけで劇的に剪定は上手くなります。で、そこから今回あのベーシックな剪定でされますけど、ハイトーンとかブリーチとかじゃなくて、そこから紙質に合わせてとか、あとはもう大きいのが使われている薬剤のメーカーさんに合わせて、これです。最近のカラー剤、正直オレンジ味とかあっても、よっぽど剪定ちゃんとカラー剤サイド濃いやってあれば消しちゃいます、どんな紙質でも。こういうオルディーブみたいな結構ベーシックなカラーとかだと加色とか必要ですけど、オルディーブとかでも最近のシーズンカラーとか、アディクシーとか、コレストンとか、他にもホーユーさんとかもしっかり編んだ元々の黄ばみとかオレンジ味を抑える効果が強いです。なので下手に加色すると濁ります。カラー剤のメーカーさんによっては加色した方がいいものもありますけど、オレンジっぽいからちょっと足したそうとか、そういうことをする前にまず単品で試してみてとか、そのステップな線で試してみて、そこで染めてみて、もうちょっとこういう方がいいなっていうある程度の目安だったりとか、この剪定でこういう色になるなっていうのを踏まえてから微調整です。そこの微調整する前の色が分かってないのに微調整しちゃったら、もう本当にそのカラーが剪定成功したのか失敗してないのかっていう、効果測定ができませんので、ちゃんと薬剤選定はシンプルに考えるのがいいっていうのと、まあビフォーの状態をちゃんとカルテに書いておいて、この明るさこれぐらいの状態でパーマかけてる、ブリッジしてるとか、有無を書いて、アフターでこうなったから赤ペンで今度はもうちょっとこれを足そうみたいな感じでカルテで書き込んでいけば、次その微調整ができるようになりますので、ちゃんと反省できるような感じに、さて赤ペンを使いながらカルテ記入とか、モデルさんのカルテ記入とかをすると、美容師さん薬剤選定困られている方は、まあ、簡単にシンプルにできるかなと思います。なので基本は単品で体を、近いものが出せるように揃えてあげた方が僕はいいと思います。まあ、調合で作れるじゃんっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ、調合で作れるっていうことは、まあ、そもそも経験がいるんですね。経験がいるんです。で、今ってこんだけ体の種類ありますから、まあ、ある程度人気がない色は省いていいと思うんですけど、まあ、メインでよく使うものを混ぜるようなのであれば、まあ、最初から出てた方が仕事の効率も上がりますし、作る時間もかかんないんで、まあ、いいかなと思います。なので、カラー先生でちょっと困ってるなとか、なかなかうまくいかなくてっていう悩まれてる方は、よかったら参考にしてください。他にもおすすめのカラー剤選定の本とか、ホワイトアッシュとか、ホワイト系ブリーチ系のカラーの選定とかも、クリア剤の使い方とかもたくさん載せてありますので、そちらもちょっと選定で、なかなかうまくいかないなみたいな方で悩んでる方がいましたら、よかったらご覧ください。はい、今回の動画は以上になります。また、こちらですね。チャンネル登録ですね。チャンネル、あ、こっちだ。チャンネル登録はこっちですね。
と、いいねもう動画見てあためになったと思ったら、はい、こっそりといいねボタンを評価ボタンを押していただければなと思います。はい、今回の動画は以上になります。はい、どうもご視聴ありがとうございました。